皆さんこんにちは、未来です。ていうかおはようございます。今朝の6時半なんですけど、もういろいろね準備し始めちゃって、オープニング撮るの忘れて今撮ります。今日はね、私のモーニングルーティンをご紹介していこうと思います。ちなみにね、今顔も洗ってなくって、やばいよね本当に。ということで、ね、急いでモーニングてか朝しないといけないことをしていきたいと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。あ、眠い。洗濯機を回したら、まず娘の離乳食を作っていきます。いつもはね、これの前にお弁当を作る作業があるんだけど、まあ作り置きしてるので詰めるだけなんだけど、今回はですね、お弁当がいらないということだったので、まあ離乳食をね、ただ解凍するだけなんだけどね、はい、作っていきます。そしてレンジで解凍している間にゴミの収集をしていきます。最近はね、ゴミをいつもまさきが出してくれるので玄関に置くっていう感じですね。燃えるゴミとかね、忘れた日にはもう本当に悲惨すぎますね。はい、そしてご飯ができたのでご飯を持っていきます。もうご飯ができるとね、ひーちゃんはねもう寄ってきますよ。もちろん大食いですから。こんな感じでバンボにひーちゃんを入れて、スタイをつけてご飯を食べます。そう、何か気になるみたいでね、なんかくるっくるっくるっとね、後ろ見ながらずっと食べてる。そしてご飯が終わったら着替えさせます。ちなみに私はね、朝ごはんあんまり食べないタイプで、食べると逆に胃もたれするから食べません。こんな感じです。ひーちゃんのお着替えをさせます。テレビをつけて、テレビが夢中になってる間にパッと着替えさせますね。そしてテレビに夢中になってる間に顔を洗ってスキンケアをして髪の毛をセットしていくわけでございます。朝のね、保湿は本当に大事で、もうその日の化粧崩れの仕方が全然違うと言っても過言ではないぐらいですね。しっかり朝は保湿をしていきます。火がね来てね、見てドア閉められた。そして髪の毛を結んでいきます。そして終わったらお帳面ですね、連絡ノートに、まあ、その日あったことだったりとか、ご飯何食べたとかいろいろね書き込みます。連絡ノートが返ってくるのがすごい楽しみですね。そしてひーがテレビに夢中になってる間に洗濯物も干していきます。うちはなんかね、日当たりが悪くて毎日浴室乾燥で乾かしています。で、洗濯物が少ない日は3時間半ぐらいで OK、 そんな感じです。そして洗い物をしていきます。前日の夜にね、まさきが食器とか洗ってくれてるんだけど、キッチンはリセットされてないので、いつも朝キッチンリセットをしています。そしてダッシュで化粧していきます。この時にね、だいたいお母さんと一緒とかその辺ですね。8時過ぎとかになります。でね、なんかメイクにすごい興味あるみたいで、ヒーがいつもねこのよじ登ってきます。本当にだから超急いでメイクしてます。多分10分以内に終わってると思う。うん、せーのがさん、はい、行ってきます。はい、行ってきます。行ってきます。バイバイって、ヒーバイバイできる？バイバイは？バイバイ。はい。そして保育園を送って、あと30分ぐらい、今日ヨガするんですけど、30分ぐらい時間があったので、ここでいつもこうコメント返しとかをしています。最近はアパレルの仕事以外の日はですね、運動の時間を作るように、まあ、筋トレかヨガをするようにしています。
今日はですね、ヨガをですね、私はですね、ヨガはソエルというサービスを使ってて、このサービスがですね、オンラインのライブ配信によってヨガをすることができます。実際にね、先生からアドバイスを自宅にいながらすぐそこに先生がいるような感覚でヨガのレッスンを受けれるサービスです。なので仕事が忙しい方とか、あとは育児で忙しくてレッスンを通うことが難しい方にもすごくおすすめのサービスです。ですね、ゆかさん、バッチリです。はい、ちょっとね、お休みしながらね、さあ、ですね。はい、では、行きます。よろしい。はい、右足を絞り出す。一度足を引き出す。じゃあ、左に。こんな感じでパソコンか、まあ、スマートフォンでもどっちでもいいんですけど、こうオンラインですることができます。すごいですよね。もう本当現代って感じのサービスです。画面はこんな感じで映っていて、この右上のところにですね、私が映っています。なのでこれを確認して先生がですね、アドバイスくれたりします。でこの日はね、6人ぐらいレッスンを受けていました。多くの女性の美しさと健康に寄り添うために作られたサービスみたいで、実際子供が小さいからママがね、ジムやヨガに行くことを我慢しないといけないよっていう方ってすごいたくさんいると思うし、私も実際その一人だったので、こうやってね、自宅でヨガができるのは本当にすごいと思います。レッスンの内容もダイエットやリラクゼーション、マタニティヨガなどなど、たくさんの種類のヨガがあって、自分に合ったレッスンを受けることができます。ちなみに私はですね、ヨガは初めてですというか初心者です。もしね、気になる方がいらっしゃいましたら、7日間ライブレッスンが無料で何回も受講できるクーポンコードがあるので、気になる方はぜひ概要欄でチェックしてください。ちなみにね、私はね、いつもね、クールダウンのね、ところでね、マジでいつも寝てる、夢見るレベルで、本当にこう体力使ってんだな、運動ちゃんとしてるんだなって思います。ヨガってすごいですね。体硬いから本当に柔らかくなりたいなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。以上になります。アパレルの仕事じゃない日の過ごし方をやってみました。まあ、少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。